はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。水星の魔女シーズン2を見返しているんですけれども、これまでグエルの主人公ムーブが一番輝く、そんなエピソードが多いですよね。シーズン1は不遇だったからこそ視聴者に期待に応えてくれるムーブをしております。そんな中、第15話父と子なんですが、フォルドの夜明け関係、地球での過酷なアーシアン情勢が語られる異色なエピソードであり、非常に重要な回だったと思います。その最後にオルコットとグエルのシーンが描かれましたが、おそらく印象に残っている人も多いですよね。そこから第16話ではすでにベネリットグループへと戻ってきたグエルが描かれていますが、この間に短時間でもオルコットとの間に何かがあったと思います。今回はそんな2人の関係についていろいろ考えていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見や感想等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では早速本題に入っていきましょう。まず第15話を簡単に振り返っていこうと思いますが、フォルドの夜明けの構想材料として囚われていたグエル。そんな中、カテドラル、地球を狙われる中、移動を試みるも反スペーシアン組織であるフォルドの夜明けが描かれます。ここで攻撃を受けますが、グエルも巻き込まれてモビルスーツパイロットの悲惨な末路だったりとか、目の前で生き絶える少女、過酷な惨状を目の当たりにしましたよね。そしてグエルは父さんビムが残したもの、自分がつながるデタクシャを求め、軌道エレベーターの場所をオルコットに聞き、第15話は幕を閉じております。で、今回ね、これ語っていきたいのがこの第16話と第15話の間ですね。オルコットはグエルの姿を見て、自ら息子を失ったことを重ねたことで、おそらく感情移入していたと思います。ここでオルコットは先に離陸し、移動するナジに連絡を取り、合流は少し待ってくれ、考える時間が欲しくなったと告げております。ここで重要なのは考える時間ですよね。おそらく自分の過去もありますが、グエルのことだと思います。グエルならスペーシアンとアーシアンの格差社会を変えるだけの力があるかもと感じた可能性も、なきにしもあらずかなというところなんですが、俺はお前の親じゃない、どうしたらいいかなんて自分で考えると言い捨てていました。ここでグエルの出した答えは現在のストーリーにつながっています。なのでオルコット自身が指示を出したとか、託したとか正直考えにくいですが、現状と意思を伝えたのはありえるかなと思いました。ちなみに軌道エレベーターなんですが、第15話の背景にも映っています。この場所を確認すると、今回ね、これ過去側がねイメージされているんですが、大阪湾だったりとか、そういう距離感から考えると、グエルとオルコットがいた場所っていうのは、こう軌道エレベーターまでそんなに遠くないんですよね。車で行って2日2、3日かかるかなっていう感じです。モビルスーツで移動すれば早いかもしれませんが、いずれにせよベネリットに入った時のグエルの衣装が違ったりとかを考えると、助言したことも考えられるかなと思います。おそらくここで元ドミニコスだったオルコットのプロローグから現在までの現状が語られたのだと思います。例えばドローン戦争のことだったりとか、この回ではね、最終的にラジャンとミオリネも話をしていることから、グエルもオルコットからこの地球の惨状だったりとか、もしくはドミニコスからの意見だったりとか感想だったりとか、そういうところがね、グエルに伝わっているんじゃないかなと思います。そしてその答えが第17話大切なもので、ミオリネとグエルがラウンジで話をしている場面です。ミオリネがね、ガンダムとか何も縛られない世界にスレッタを導きたいということを言っていましたが、そんな世界はないよとグエルは言いました。このコメントに関しては、そういう世界を見てきたからっていう、端的なものかもしれませんが、おそらくこの答えがオルコットとの会話で出したものだと思います。そしてオルコットが現状を話しただけではなく、おそらく車軸関係のことでも不審に思っているのかもしれません。まずオルコットはなぜドミニコスを辞めたのかいまいちわかりませんが、このあたりも理由も息子を失った部分で語られていくのではないかと推察します。グエル自身ももともと第1話からドミニコス隊に入ることが目標になっていたことからも、この要素が生きてくるんだと思いました。おそらくこの階層はどこかで挿入されるのではないかと思いますが、グエル側にフォルドの枠がつくという想定もできます。今後おそらく立ち向かう敵はクワイエットゼロ、もしくはプロスペラ、もしくはシャディクサイドだとは思われるんですけれども、その時よりもグエルの思いがオルコットたちと重なる、濃くなるということが予想できますよね。このね、どうしようもない世界を救ってほしいというオルコットの願いをグエルに、こう形を直接ではなくて思いをね馳せたのかもしれませんよね。もう一方ではケナンジとの対比ってとこも描かれてるんですけれども、ケナンジは残り続けて、ああいうこう恰幅のねいいね男性になっていましたけれども、オルコットのこのバランスってところもありますよね。こういうところでドミニクス隊というのがどういうものだったのかという現実をねグエルが知っているのかもしれません。いずれにせよね、オルコットと何かしら関わりがあったのは濃厚だと思うので、ぜひ皆さんのねご意見だったりとか考察等あればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。